皆さんこんにちは、イーヤホンの大先生こと工藤と、はい、イーヤホンの猫子こと猫です。イエーイ、今回はですね、イーヤホンで公開となりました、はい、年間ランキングの2017年版がね、最新版ですね、はい、ついに出たことになりました、うん、はい、ですので今回はそちらのランキングのベスト5をですね、皆さんに動画という形でご紹介していければと思います。はい、でそんな年間ランキングなんですけども、うん、今回ですね、イヤホンのウェブ本店では、純粋に販売台数何本売れたかっていうことで集計した数量編が一つと、累計販売金額で集計した金額編の2つが、はい、今回発表されているわけでございます、はい、でそのうち今回は金額編のランキングベスト5をご紹介していけたらと思います。はい、じゃ早速いきましょう。いきましょう。第5位。5位、じゃん、ビーツバイドクタードレ、ビーツ X。 イエーイ、おめでとうございます。いや、これは、電車の中でめちゃくちゃ見ますよね。見ますね。めっちゃいる、うん、やっぱりね、その、まあ、ビーツさん今ね、あのアップルのね、あの子会社になってるわけでございますけども、やっぱり iPhone との相性が極めて良い。そうですね、スタッフでも愛用してる子とか多いですよね、そう、はい、これがね、何がすごいって、一番最初発売した時にイヤホンで取り扱いがなかったんですけど、まあ問い合わせがすごかった。まあ多かった多分その当時うちら店頭におったな。そうね、ね、うん、そのやっぱりまだワイヤレスイヤホンとしてこれだっていうものがドンって出てきたから、そうですね、今まで馴染みがなかった人がこの Beats X を見て、はい、あの興味を持った方っていうのがすごい多かったんじゃないかなという印象で、はい、まあ今ではね、イヤホンでも無事お取り扱いしておりますので、ぜひぜひチェックしていただけたらと思います。続きまして第4位。4位、じゃん、じゃん、アイリバーアステル&ケルン A& ウルティマ SP1000。 これは話題のやつですよ。これがランキングにするってすごいよな、まあ、これ今ね、あのイヤホン価格で、現在454,522円となってるんですけども、はい、まあ、いくらね、金額編とはいえですよ、まあ確かにですよ、うん、これがめちゃめちゃ売れてランキングに入るというのが、すごいなぁという感じです ね、まあ、単純にね、この1年の振り返りにふさわしい、まあ、これがね、まあ、すごいすごいって言っちゃいましたけど、2017年に発売されました、あのアステル&ケルンシリーズ、アイリバーさんのダップシリーズですね、もう最高級機、最新の最高級フラッグシップモデルになるわけでございまして、まあ、音楽プレイヤー単体としては過去最高クラスの価格ですね。高いよね、うんうん、でももちろんそれだけのね、それだけのね、スペックと音質と感じになそのグレードアップがされておりますので、はいはい、それだけの人気が出たんじゃないかなというところでございます ね、うんうん、はい、じゃあ続きまして第3位。3位、じゃん、お、連続ですね、アイリバーアステル&ケルンの AK70。 これはね、もう大人気。全部の色なんかな、全部の色合わせてですね、多分ね、にしてもこれはね、すごいですよ、うん、あのエントリー系のダップ、まあ、エントリーって言ってもね、価格もそこそこするんですけど、うん、4万円、今4万円台ですけどね、こんなに売れたというか、ね、印象的なものって、だって、はい、フォトフェスあったじゃないですか、ありましたね、週くらいかな、で、まあ、イヤホンブースっていう、まあ、ブースをね、出させていただいて、うん、まあ、そこに、まあ、代わり番号でいたんですよ、はい、連続で、うちがいた1時間に4人連続で AK70 がいて、あー、でもね、こんなにいるのかと思って、うん、いや、それぐらいありますね、本当にね、みんな買ってた、うんうん、やっぱりあのクオリティが純粋に高いんですよね、だね、うん、もともとその、まあ、AK70 と同じぐらいのサイズ感とか価格のもので、うん、AK100 っていうのが一番最初にあって、ありますね、うん、そこから AK100、120、240、まあ、100通、120通ってあって、うん、もうノウハウありきのエントリー機、エントリー機としても、うん、まあ、ハイエンドのモデル持ってる方のサブ機としてもめちゃくちゃクオリティの高いから人気で、そのどっちにも ね、なんかハマったというか、すごいいい機種ですよ、人気出ました、ね、はい、まあ、あとはあのそのすごいコンパクトなんで、トランスポーターとしても ね、人気でした ね、はい、あのダックにつないだりとか、ありますあります、それこそ魔女との組み合わせなんて、そうだ、あの専用ケースも出たぐらいですから、一時期ちょっとした流行りになりましたけど、ね、この1年ね、かなりよく見たね、そう、終盤には70M2 という機種も出まして、はい、こちらも大人気でございますので、はい、もう70旋風がね、すごい年でした、止まらないね、うん、こちらが第3位でございました、はい、はい、続きまして第2位。2位、じゃん、おー、キャンプファイヤーオーディオのアンドロメダ、アンドロメダ、これが第2位に入ってくるすごいな、だって、はい、多分去年の冬ぐらいから1年としてずっとごめんなさいちょっと品薄で、ごめんなさい、ね、品薄でってずっと言ってた記憶あるもん、なんなら発売からずっと言ってたぐらいの勢いですよ、ね、うん、あとこれ発売がね、去年の
6月とかじゃないですか。うん、でそこからもうガッとね、入っては売れて入っては売れという大人気ぶり で、まあ、価格ね13万、14万ぐらいするんですけど、ね、まあ、売れて売れて、まあ、究極を極めたね、うん、これは本当にね、人気のある音という感じで、うん、ね、もう最近こそ供給も多少安定はしてきたんですけども、うんうん、それでもコンスタントにずっと人気のあるモデル、人気あります、うん、アンドロメダ欲しいっていう方もね、まだに絶えないと思いますから、はい、最近だとね、限定カラーなんかもありますかね、出てましたし、うん、その人気をね、裏付けるような形になっておりますね。はい、はい、こちらアンドロメダが第2位でございました。そして栄えある第1位ですよ、もうこれらの競合たちを押しのけ、もうそこそこ1年振り返ったかな、うん、ね、もうこれだけでもね、1位か、激怒だったという感じですけど、なんやろ、じゃあここで発表したいと思います、はい、イヤホン年間ランキング2017第1位は、じゃん、タオトロニクス TTBH07 ということで ね、これがあの第1位、うん、しかもこれですね、今紹介したの金額編ですけども、数量編金額編ともに第1位を取ったのが今回のこの機種でございました。これだって、はい、販売金額いくらかご存知ですかね。これね、Bluetooth イヤホンなんですけども、はい、としてはもう格安クラスのね、2999円という、これで金額編で1位、そう、そうなんですよ、どんだけ売れるんだと、それがやばいですよ ね、うん、いや、やっぱね、うん、Bluetooth 戦国時代ですから、いや、本当にね、すごいですよ、今は、うん、人気がもうガッて出てきて、まあ、人気も需要もガッと出てきたわけですね、うん、そんな中、この定番として登場した TTBH07、うん、これはもうね、しこたま売れましたね、売れましたね、うん、まあ、あの価格が安いですから、うん、数がね、ガッてすごく売れていただいたのはあるんですけど、うん、金額編に入ってくるっていう、ね、すごいね、そん、よほど売れないと大変じゃないかなっていう話なんですよ、はい、これはね、未だにあのお求めになる方多いですし、勢い止まらないなというところでございます、ね、はい、うん、まあ、Bluetooth イヤホン本当に最近は興味ある方多いと思いますので、うん、ぜひぜひエントリー機種としての、タオトロニクス TTPH07、はい、こちらもチェックしていただければと思います。はい、というわけで年間ランキングベスト5でございましたけどね、はい、うん、これらのランキングは一応現在ウェブ本店、イヤホンのウェブ本店にて、はい、公開中でございます、はいはい、でこの今回紹介した5位までの、うん、まあ、それより下6位以下も、うん、まあ、ウェブ本店にて公開してますので、うん、ぜひチェックしてみてください、お願いします、はい、以上、お相手は大先生こと工藤と猫地でした、バイバーイ、バイバーイ。